皆さんこんにちは。プロ野球選手でおなじみの田中将大さん、田中将大が秘密裏で日ハム移籍を決定。背水の陣のマー君に巨額契約をした全貌について紹介します。まずは田中将大さんの経歴とプロフィールから紹介します。田中将大投手は兵庫県出身で、北海道の駒大苫小牧高校時代に甲子園で活躍しました。2007年高校生ドラフト1巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団し、1年目から11勝を挙げて新人王に輝きました。プロ5年目の2011年には19勝5敗という成績で最多勝や最優秀防御率などのタイトルを獲得し、沢村賞にも選ばれました。この年は東日本大震災が発生し、困難な状況の中での活躍が注目されました。そして2013年、田中投手は24勝0敗、防御率1.27という圧倒的な成績を残し、楽天を初のリーグ優勝と日本一へと導きました。その年のオフにポスティングシステムを利用してメジャーリーグのニューヨークヤンキースに移籍し、1年目から13勝を挙げるなど、入団後6年連続で2桁勝利を達成しました。昨シーズン終了後、田中投手は自身初のフリーエージェントとなり、今シーズン8年ぶりに楽天に復帰しました。また日本代表としては2008年の北京オリンピック、2009年の第2回 WBC、 2013年の第3回 WBC に出場しており、今回8年ぶりに代表に招集されることとなります。楽天の田中将大投手は昨年10月に右肘のクリーニング手術を受け、今季はまだ1軍での登板がない状況が続いています。リハビリが進行する中、8月から2軍で実戦復帰を果たしましたが、成績は一進一退。この日は DeNA との2軍戦で5回3分の2を投げ、8安打2失点と改善の兆しを見せたものの、依然として本調子には至っていません。田中投手は楽天が初めてリーグ優勝と日本一を成し遂げた2013年に24勝0敗という歴史的な成績を残した功労者ですが、ヤンキースから2021年に古巣へ復帰して以降、成績は年々低下しています。2021年は4勝9敗、防御率3.01、翌年の2022年は9勝12敗、防御率3.31、そして昨季は7勝11敗、防御率4.91と明らかに結果が出ていない状況です。今季のレギュラーシーズンでの登板が消滅した楽天田中将大選手が他球団への移籍を水面下で模索しているという情報が浮上しています。田中選手は9月28日のオリックス戦で今季初登板、初先発を果たしましたが、5回93球を投げて4失点し敗戦投手となりました。翌30日には1軍出場選手登録を抹消され、日米通算200勝にあと3勝と迫りながらも、達成は来季以降に持ち越しとなりました。楽天球団としても契約延長には消極的なようです。スポーツ紙の友軍記者が現状について語ります。田中選手はかつて球団を日本一に導いた立役者で、ヤンキースでの実績もあり、ファンも多いです。しかし今のチーム状況では彼を維持するメリットが薄れています。年俸2億円以上を支払いながら、今季の登板はわずか1試合のみです。このままでは他の選手への影響も考慮しなければなりません。球団としては来季以降の契約を更新しない可能性があるものの、これまでの投資を考慮するとトレードの形で他球団に放出する可能性もあるようです。友軍記者はさらに続けます。もし新庄剛志監督が日本ハムに残留すれば、田中選手を引き取る可能性が考えられます。田中選手は北海道の駒大苫小牧高校出身で、甲子園での活躍も記憶に新しいです。200勝を目前に控えた彼なら話題性もあり、商業的にもメリットがあります。今年の日本ハムの快進撃を考えれば、3年連続で CS 進出を逃した楽天よりも200勝達成の可能性は高いでしょう。今季の不振に対して楽天 OB からもこのままでは来季は進退をかけることになるでしょう。新庄監督なら田中を再生できるかもしれませんとの声が上がっています。かつては
ダルビッシュ有選手よりも先に200勝を達成するのではと期待されていた田中選手、心機一転してた球団で再起を図ることが彼にとって最良の選択肢かもしれません。田中投手が他球団に移籍する可能性が水面下で進行しているという報道があり、その移籍先とは日本ハムだというのです。田中投手は北海道の駒大苫小牧高校出身で、地元への愛着もあり、日本ハムとしては彼の200勝達成の商業的な価値も高いと見られています。エスコンフィールドとの相性も良く、昨年は同球場で1.69という好成績を残しています。日本ハムは今季6年ぶりの CS 進出を決めるなど勢いがありますが、先発投手の層が厚いわけではなく、ベテラン右腕の補強がチームにとってはプラスになると考えられます。田中投手が地元北海道で再起をかけるというのはファンにとっても大きな話題となるでしょう。スポーツ指揮者は、田中はかつての球団日本一の立役者でヤンキースで活躍したこともあり、ファンは多い。日本ハムの新庄剛志監督が残留すれば田中を引き取ってくれるかもしれません。田中は北海道の駒大苫小牧高校出身で200勝フィーバーで十分に商業的なメリットがあると述べています。田中将大投手に対して日本ハムがラブコールを送り続けてきた背景にはいくつかの戦略的な理由が存在します。まず、日本ハムは田中投手が北海道の駒大苫小牧高校出身で地元との結びつきが深いことを重視してきました。田中投手が日本ハムに加入することで地元ファンからの強い支持が期待できるため、観客動員やグッズ販売などの商業的なメリットが大きいと見込まれています。特に彼の200勝達成という大きな目標はファンの関心を集める要素としても重要です。さらに、日本ハムは新球場エスコンフィールドでの新たなシーズンを迎えています。新球場でのシーズンはファンの注目を集めるチャンスであり、そこで田中投手のような実績あるスター選手を迎えることでチームの魅力を高め、話題性を増やそうという狙いがあります。田中投手がエスコンフィールドで好成績を残していることもラブコールの背景にあると考えられます。また、日本ハムは現在若手中心のチームであり、経験豊富な選手が少ない状況です。田中投手のようなベテラン選手は若手投手陣の模範となる存在であり、彼の経験や技術は若手選手の成長にとって大きな財産になります。特に右投手の先発投手としての実績を持つ田中投手は、日本ハムの投手陣を補強する上でも重要なピースとされています。このように、日本ハムが田中投手にラブコールを送り続けてきた理由は、彼の地元性と商業的価値、そして新球場でのチーム強化のための戦略的なアプローチにあります。球団としては田中投手の加入によってチームの戦力を高め、ファンの期待に応えるとともに新しい時代を築いていきたいという思いが込められています。田中将大投手が楽天に復帰する際、球団は背水の陣の状況にあった彼に対して当時の NPB 最高クラスとなる巨額契約を提示しました。その契約内容は年俸9億円という破格のもので、田中投手の実績と復帰後の活躍に大きな期待をかけたものでした。この巨額契約の背景には、楽天が田中投手に寄せる信頼と期待、そしてチームの象徴としての存在感を重視していたことがあります。田中投手はメジャーリーグヤンキースでの実績を引っ提げて日本球界に復帰し、彼の加入がもたらす戦力強化とファンからの支持を高めることが狙いとされていました。特に楽天にとって田中投手は日本一を達成した際の功労者であり、復帰によって再びチームを上位に導くリーダーとしての役割を期待されていたのです。しかし、その後田中投手の成績は当初の期待に応えられないものとなり、怪我や調子の波によってシーズンを通して安定した結果を残すことが難しくなりました。復帰後の成績はキャリアワーストのシーズンもあり、球団にとっても契約額に見合ったパフォーマンスを得られていないというジレンマが生じました。そのため、オフシーズンの契約更改では年俸2億6000万円という大幅な減俸に至り、
田中投手も報道でいろいろな憶測が流れたが、契約条件は早い段階でまとまっていたと説明するなど、ファンに対して複雑な胸中を語る場面も見られました。この巨額契約は楽天が背水の陣として勝負をかけた決断であり、田中投手が再び輝きを取り戻すことを期待してのものでしたが、結果として彼の怪我や不調により厳しい状況となっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。